怪談、都市伝説、一コアとジャンル不問のコア談バトル、大コア。その歴史に残る名作コアナを紐解く大コアアーカイブ。すいません、さっと終わってしまいますけど許してください。女性タレント言ってんかな、まあ同じ自分あ言わんでいいか、まあ、女性タレントの方の N ちゃんの話なんですけれども、まあ、彼女、まあ、とあるマンションに住んでまして、自転車で駅まで通っていると。で、ある時、朝起きてマンションの下の自分の駐輪場に停めてある自転車のカゴに絵本が入ってて、でその絵本が宇宙その広がりを知ろうっていうタイトルの絵本だったんですよ。で、なんだろうこれって思って、まあ、でもちょっと仕事に行かないといけないので、申し訳ないんだけど、その絵本を隣の自転車のカゴに入れて、で、まあ、出勤したと。で、仕事が終わって帰ってきたら、まあ、その絵本は隣の自転車のカゴに入ったままだったんだけど、うわ、ごめんなさいねって思いながら、家に帰って、で、また次の日の朝、出勤しようと思ったら、多分その隣のカゴ、隣の自転車の持ち主が、同じようなことしたんでしょうね。また別の隣の自転車のカゴにその絵本を入れてたんですね。で、まあ、次の日になるとまた別のカゴにその絵本が移動して、絵本がどんどんいろんな自転車のカゴに移動していくんですよ。で、一週間ぐらいした時に自分の自転車のカゴに戻ってきてたんですって、その絵本が。宇宙その広がりを知ろうが。で、これは、運命だな、と思って、カバンの中に入れたんですって。で、そしたら、その瞬間に、アマゾンからメールが入ってきて、あなたのお探しの本はこれですか？宇宙、その広がりを知ろうっていうメールが入ってきて、え？ってなったっていう話なんですけど、この話を、まあ、僕、去年ぐらいかな、その、N ちゃんから聞いて、この話どう思います？って言って。ってかその絵本の作者ちょっと検索してみようかって思ったら、ちょうど検索したタイミングの数週間前に亡くなっていたという、92歳の大往生だったという。まあなんか不思議なお話でございました。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。大コアチャンネル登録をよろしくお願いします。